以前もさせていただきますか。こういうふうに、一気にご入力すれば下の方に推測候補として実は、まあ、ご連絡させていただきますが打ちたいですよねっていうふうに出してたんですけれども、今回はその細切れにですねご連絡確定だいただきますで確定しても終了なんで修復候補を出しますよと、で修復ボタンキーを押せば、そのまま正しい入力に変わりますよっていうのが分かります。ひらがなの部分だともうそのままリターンキーを押してしまう方が多いと思うんですけれども、まあ、いいとこはそこで気づきを与えてあげるというところがポイントかな。ありがとうございますでもちゃんと出ます、っていうのは一回ミスに対応っていう部分です。で移動の挨拶、まあ、普通だとこういうふうに変更できますよっていうのが普通なんですけれども、移動ので言葉を間違えて選んだ場合に、でそうすると訂正効果が出ていますよ。じゃあ前名詞の、修正も範囲に入ってる。そうです、ね、はい、でシフトをしながらリターンで、正しい方法に置き換える。で反省を描いた小説でこれも、反省を描いた小説ではないですかというふうに、でそれもこれもシフトプラスリターンで正しいものを置き換えて、確定するという形になります。完成度というところは毎年取り組んでいるところではあるんですけれども、まあ、一発変換できる語彙というところが増えましたよというところで、同音語の改善の変換、発酵飲料、発酵のが、こちらの発酵なのかというところと、あとは、新しい言葉ですね、ウェノミクスとかパズルアートというところの、まあ、新しく出てきた言葉に対しても早く後ろの方に、反映していきますというところで、今回は補充をしております、というところと、あとは、今までもその話し言葉モードみたいなのがあって、話し言葉を一発で変換しますよっていうところがあったんですけれども、モード切り替えなしでそのまま あの今使っているモードで、フェイスブックですとかツイッターなどでつぶやくようないわゆる口語みたいな言葉を、一発で変換しますっていうところです。と入力しながら言葉の疑問を徹底化するということで、これはパッケージのプレミアムだけのネタを採取する規定になりますけれども、小学館さんのデジタル大辞典も搭載しますということで、入力変換中にコントロールとダブルキーを起こすことによって、辞書引きができるという機能です。ではサービスを始めることになりました。で先ほどの大辞典はローカルにインストールして使う辞典なんですけれども、それだと辞典の内容が更新された時ですとか、後から、コンテンツを追加していくことが、Mac の容量とかになってくるので、難しいとなってくると。なので、辞典をクラウド上に置いてあげてそれを聞けるようにしようというサービスに。変換してコントロール W ですね、押していただくと、辞典が先ほどのローカルの辞典と並んだ形で、これはウィズダムの辞典をクラウドの辞典を引きに行ってますけれども、表示が、並べて表示できるので、結構 ATOC ユーザーさんの辞典が大好きなので、どんどん辞典を並べて、
お使いいただくことができる。あとは、単に弓を調べるだけでなくて、まあ、視点は並んでますけれども、敬語の辞典というのを使うと、意味だけではなくて、敬語の見方なんかも調べることができます。パッケージの製品の方は今年もなんですけど USB で提供しますということで、じゃあこの去年とは形が違う USB で提供することになっております。で、USB なくしてしまった時ですとかは、まあ、ウェブの方からプログラムを落としていただくこともできるようになっています。で、販売情報としてはパッケージ製品、ダウンロード製品については、この3つ、フレームとベーシックと Mac プラス Windows ですね。価格は、まあ去年から変更はないです。1つの箱で、Mac 3台まで。これが定額制のですね。プレミアムっていうものがいつからできます？Windows の先にて、3月私の3月からプレミアムコースを設けまして、先ほどのウェブの、自転サービスが受けれるという